ちは、アミタンです。京都出身、大学4回生です。好きなものはアニメ、ゲーム、甘いものです。配信に慣れてきたら、今ミクチャで活躍しているライバーのように有名になったり、人気になりたいですよね。さらにトップライバーに近づくためには、こちらを説明していきます。そこでまずやった方がいいのは SNS 連携です。Twitter やインスタなど、ミクチャ用のアカウントを作成しましょう。そこで明日何時から配信しますといったお知らせや配信後にポイント一覧のスクショを載せてお礼を言うといいです。私も実際やってたんですが、投げてくださったアイテムのスクショをまとめて投稿するとファンの方も喜んでくださいます。次は枠回り。枠回りとは他のライバーさんの配信に行くことです。配信に行ってコメントをしてみたりアイテムを投げてみましょう。中にはオリジナル企画を考えてる人もいて、何ポイント達成したらコスプレしますとか筋トレしますなど、私はよくコスプレをしています。こういったことを取り入れれば配信も盛り上がること間違いなしです。そしてやっぱり大事なのは感謝の気持ちです。配信でコメントをくださった方やアイテムをくださった方にしっかりとお礼を伝えましょう。 SNS やみくちゃの掲示板などでお礼を伝えるといいですね。感謝の気持ちを忘れずに、これからも配信をしていきましょう。